Who knows? Oh, it's just one of those. Lol. Ikuyo! Makasete! Ikuyo! I don't know why I was worried. Sentou shuryou! Basically, yeah. I still can't believe the demo is the whole prologue. Because first chapter has such a long prologue anyway. なるほど。あの時計台にはそんな逸話が。私、とても苦しみました。He sounds so well adjusted and polite. 戦争の悲惨さを語るのはたやすい。大切なのは、悲しみを乗り越えて平和を築こうとする強さだと思うのじゃ。むよ。例の品を届けに来たんだけど、お邪魔だったかな。おお、エステル君たちか。邪魔なんてことがあるもんかね。ちょうどいい、紹介しよう。こちらはジョゼット君、ジェニス王立学園の学生さんじゃ。ジェニス王立学園、聞いたことがあります。ルーアン地方にある全寮制の高等教育学校ですね。ええ、その通りですわ。お初にお目にかかります。No! Those two, no, they don't! 私はエステル。よろしくね、ジョゼットさん。ヨシュアです。よろしく。実はこの二人、ブレイザーでの。個人的なことで仕事をお願いしていたところなんじゃ。ブレイザー？いかなる権力にも屈しない平和を愛する誇り高き自由騎士。ああ、感激ですわ。本物の遊撃士に巡り会えるなんて。そんなに感激されるとくすぐったくなっちゃうわね。ところで、ジョゼットって呼んでいい？ええ、そう呼んでくださいな。ジョゼットはどうしてここに？市長さんと知り合いなの？いえ、お目にかかったのは今日が初めてですわ。私、自主研究の一環として各地の重要文化財を調べているんです。それでお忙しいとは思ったのですが、市長にお話を聞かせていただこうと。勉強熱心ね。それじゃあ邪魔しちゃ悪いかな。いえいえ、もう十分お話は伺いましたから。それより私の方がお邪魔でしょうか。いやいや、そんなことはないよ。エステル君、せっかくの機会じゃから、例の品を彼女にも見せてくれないかね。あ、うん、ちょっと待っててね。まあ、それはセプチウムですわね。なんて素晴らしい輝きかしら。見事な大きさじゃ。まさにロレント市民全員の感謝を表すにふさわしい贈り物じゃ。贈り物？感謝を表すにふさわしい。なるほど、生誕祭の贈り物ですね。鋭いのう、ヨシュア君。これを使ったオーブメント細工をアリシア女王陛下に贈るつもりじゃ。60歳におなりになる陛下へのロレント市民の感謝の印としてな。
え、女王様への贈り物？まあ素晴らしいですわ。我々リベール国民は女王陛下にいつも世話になっておるからな。定期飛行船が簡単に利用できるのも王家が援助してくれているおかげじゃ。リベール国内の遊撃士協会も王家の援助を受けていると聞きます。確かにいろいろな形でお世話になっていますね。どうしよう。私たち女王様への贈り物をこの手で運んじゃったんだよ。アマツさえ思いっきり振り回してたもんね。ま、バラしちゃダメだってば。おー、エステル。エステル君らしいの。もう。それじゃあ市長さん、間違いなく渡しておくわね。うん、確かに受け取った。それでは慎んで。これでよしと。あとはメルダース工房でこれを使ったオーブメント細工を仕上げてもらうだけじゃな。今から仕上がりが楽しみじゃの。あ、ずるい市長さん。完成したら私にも見せてね。残念ですわ。この目で確かめられない。 I think what your talk is getting at, fan, is that there's a little bit more about her and her brothers than you learned in FC. I don't think they really go into it in SC at all, do they? It's third when they start revealing that stuff, isn't it, Yotaka? 本当にありがとうございました。それでは、私はこれで失礼いたします。待って、ついでだから私たちも失礼しちゃうわ。そうだね。市長、それでは失礼します。うん、お世話になったの。それじゃあ明日にはもう定期船で帰っちゃうんだ。ええ、そうなんですの。すぐに学校も始まってしまいますし。なるほど。学校の休みを利用して調べに来てたんだね。ああ、残念だな。せっかく仲良くなれそうだったのに。また会えるといいね。はい、私もそう願っております。それではごきげんよう、エステルさん、ヨシアさん。いやー、いい子だったわね。いいところのお嬢さんっぽいのに、それを鼻にかけたところがないし。ヨシア？あれれ？ひょっとして今みたいなのがタイプだったり？え？何変なこと言ってるのさ。焦ってる焦ってる。いやー、お姉さん驚いちゃったな。ヨシア君の好みがお嬢様タイプだったなんてね。今度会う時までに気の利いた口説き文句を用意しとかなきゃね。勝手に盛り上がってなよ。まったく人の気も知らないで。ん？何でもない。それよりギルドに報告に行こう。父さんの代理の仕事も。うん、気合を入れていこうね。 Or maybe the other nobles were kind of like, eh, good riddance. Cause I wouldn't put that past them either.ご苦労様。鉱山では大変だったみたいね。え、なんで知ってるの？鉱山から連絡があったのよ。あなたたちにとても感謝していたわ。
そのあたりも含めて報告をよろしくお願いするわね。はい、それでは。Yep. 突発的な事故、これからも頼むわね。うん、どーんと任せてね。まあ、エステルの場合は頼まれなくても首を突っ込むけどね。そうそう。で、人のことをおせっかい魔みたいに言わないでよ。みたいも何もズバリそのものだし、お人よしと野獣魔根性と直情的性格のなせる技だろうね。You know, I think the word scandal seems to belong with the name Angelica in the same sentence. Yoshia, なんか突っ込み激しくない？気のせいじゃないの？ほらほら、喧嘩しないの。じゃあ、カシウスさんの代理の最後の仕事を紹介するわね。 She would. She totally would. リベール通信って知ってる？あそこの取材に協力してほしいのよ。え、それってこの前買ったあの雑誌じゃない？へえ、面白い偶然もあるもんね。取材協力というと、具体的に何をすればいいんですか？Good God, she hits on Toa all the time. What about the lady in the bar that was helping hide her in Sin 2? She seemed... 危険な場所に取材に行くから腕の立つ案内人が欲しいそうよ。詳しくは本人たちから聞いてみて。Probably. And good God, if you put Angelica and Zelda together, Angelica would probably not stop. She's shameless. Shameless! 雑誌社の記者とカメラマンがホテルロレントに滞在中だから。All right. Before I call this a night, I want to hear the voice actor I've been wanting to hear the most. Or voice actors. I've been wanting to hear Niall and Dorothy. それじゃ。そうだね。ビーノさん、ちょっと聞きたいんだけど。Well, yeah, on the drama CD, certainly, but I've been wanting to hear them in game. 雑誌社の記者さんって、ここに泊まってるって本当？おや、よくご存知ですね。何かご用件でも？実は、ギルドの仕事で、取材に協力することになったんです。おお、それはそれは。ですが、今はお二人ともお出かけになっていますよ。そうなんだ。どこに行ったか知ってる？記者の方は酒場に行ってくるとおっしゃっておりましたね。そちらを訪ねてみてはいかがです？酒場ね。ありがとう。失礼しました。Not that room. Oh, hi, Josette. Oh, Dur, that's right. I think. Yeah.
There you are. なんだお前さんたちは。あなたひょっとしてリベール通信の記者さん？その通りだが、なんで知ってやがるんだ。俺は人を取材するのは好きだが、人から詮索されるのは嫌いでね。どういう要件だ一体。遊撃士協会から来ました。護衛の依頼をされたそうですね。おお、ようやく来たか。ほんと待ちくたびれちまったぜ。それでカシウス・ブライトはどこだよ。それなんだけど、本人別の仕事が入っちゃったの。それでロレントを離れちゃって。なんだと。せっかくだから噂の遊撃士に取材してやろうと思ったのに。チクショウ、当てが外れちまったじゃねえか。よくわからないけど、まあそんなに悲観しないでよ。私たちがしっかりと代わりを務めさせてもらうから。仕方ねえな、今回はそれで手を打つか。今なんと言った。そんなにしろ。そうじゃねえ、代わりに務めさせてもらうだ。どういうことだそりゃ。だから私たちが代理のブレイサーなんだけど。あ、これ紹介状ね。おいおい、冗談きついぜ。お前らみたいなガキどもがブレイサーだって言うのかよ。ガキですって。乙女に向かってなんて言い草よ。何が乙女だ、色気のねえ格好しやがって。悔しかったらスカートでも履いて年頃の娘らしくしてみやがれ。これは防術用の服装なの。スカートだと見えちゃうでしょ。まったく失礼なおじさんね。いや、俺はまだ20代だ。おじさん呼ばわりするんじゃねえ。とにかく記者さん、僕たちがブレイサーでギルドから派遣されたのは確かです。他の人を紹介してもいいですけど、その場合いつになるか分かりませんよ。これ以上締め切りは伸ばせねえし、仕方ない、背に腹は変えられねえか。喜べガキども、お前らに任せてやるよ。 It's a shame that the scene of meeting Olivier for the first time is in chapter 1. Means it's not going to be available in the demo, I bet. Most likely. あなたの名前も教えてくれますか？ナイアル・バーンズ、リベール通信切手の敏腕記者だ。短い付き合いとは思うが、よろしくな。ふんだ、そう願いたいわね。で、どこに案内すればいいの？確か危険なところに取材に行くから腕の立つ案内人が必要ってことよね。翡翠の塔って遺跡だ。名前ぐらい聞いたことあるだろう。なんだ、聞いたことがあるどころか、この前仕事で入ったばかりよ。あ、そりゃ都合がいいな。具体的にはその塔の屋上に俺たちを案内してもらいたいんだ。雑誌に載せる写真を撮りたいんだね。ずいぶんと物好きね。俺たちっていうことは他にも同行する人がいるんですね。相棒のカメラマンがいる。オーバルカメラの調子が悪いんで工房に行ってるはずなんだが。たっくん、ずいぶん遅いじゃねえか。急いでるんだったら工房まで迎えに行った方がいいんじゃない？どうせこのまま取材に行くんでしょ。それもそうだな。よし、工房でやつを拾ってからそのまま塔に向かうとするか。どうかそれだけは。
どんなことでもしますからカメラだけは返してください。命よりも大切なものなんです。Oh, good God. 困ったな。なあ親父、どうしたらいい？お前が受けた仕事だ。自分でケリをつけるんだな。なんか揉めてるわね。ひょっとしてあの人が？ああ。こらドロシー、いつまで待たせやがるんだ。はあ、なんやる先輩、いいところに来てくれました。どうか助けてください。無駄遣いしてカメラの修理代が足りなくなったんじゃねえだろうな。びっくりです。どうしてわかるんですか？ひょっとして超能力者？同じことを繰り返されればアホでもわかるに決まってるだろう。お客さん、この人の関係者？Oh my god! I want to hear that so badly now! しかたね、経費で落とさせてもらうぜ。いくらだ？カメラと飾り時計の修理で、締めて2000ミラですね。ちょっと待て！カメラともかく、その飾り時計ってのは何だ？あの、修理してもらっている間、店内を見学させてもらったんですよ。で、綺麗な置き時計があったんで、手に取って見てたら壊しちゃって。でもよかった。それも経費で落とせるなんて。そんなもん経費に入れられるか。2000ミラだ。はい、これは領収書。なんかすごい組み合わせのコンビね。確かに。でも立て替えてあげるあたり。Oh my God, they're just amazing. ああ、待たせたな。ちょいとトラブっちまった。あれ先輩、この子たちは？護衛兼案内役のブレイサーだ。予約していたカシウス・ブライトの代理だとよ。あ、こんな若い子たちが。私はエステル。Oh my god, I love Dorothy's voice! ヨシュアと言います。エステルちゃんにヨシュア君か。若いけど頼もしい感じね。私、ドロシー・ハイアット。リベール通信に入ったばかりの新人カメラマンなの。目下ナイアル先輩のもとで鍛えてもらっている最中です。なんで俺様がこんな。 I'm about to say something absolutely terrible. This whole thing with Dorothy, you know what she's making voice she's making me think of? The rabbit's name in Virtue's Last Reward, and it's driving me nuts. It's like, ah! That's me falling over on my desk. That was a bad idea to try to do while I'm drugged. Very, yeah. Okay, back to this. お前が言うな、お前が。まあいい、メンツも揃ったことだし、とっとと取材に向かうとするか。目的地は翡翠の塔ですね。それじゃレッツゴー。おー。 All rightI think that's going to be a good point to stop for this for the night. But I also promise I will continue streaming tomorrow.
It'll probably be home 7-ish central, between 7 and 8 central. And I'll probably pick up streaming again after I have dinner. So, yeah, Fees Netsugo is the best one. In the next part, we will be seeing, we will actually be, be meeting Alba, and we will be seeing, Josette show her true colors, so you don't want to miss those, especially because you don't want to miss Alba. It'll be pretty funny, I think. And it also means more Dorothy and Niall, because we get to do them through the whole area. So, you don't want to miss out on tomorrow's shenanigans. And I will probably eventually package this all together and put it up on YouTube and stuff like that. So yay! So people can see all of this too. There's the title screen, by the way. But I will, again, like I said, I'll try to start the stream about 7 o'clock central. Somewhere between 7 and 8. So keep an eye on my Twitter. I'll actually be doing updates on there. My Twitter is at OMGFloofy. It's the same as my Twitch username. So, thank you everybody for watching. I was just surprised that they did as much as they did in this. I forgot the prologue is so long. I decided to say to hell with it with the bracer quests, because I'm eventually going to get this back again, and I'm going to eventually start playing it for real. So I'm like, why bother at this point? Especially if the saves don't transfer over. I'm not going to bother. I'm just going to kind of run my way through it. And I was like, I think I went into autopilot thanks to being drugged and shit like that. So, anyway, there we go. I will keep updates on my Twitter account for tomorrow and keep you guys posted on what's happening. So, have a good night, guys. Thank you for watching. From what I heard, the OW Evolution save didn't transfer over, from the demo to the real version. So I'm just not gonna bother doing everything. Falcom does it. Falcom makes their saves go over, but this is Kara Annie. So, anyway, good night, guys. Thank you for watching.